フィンランドグランプリはロードレース世界選手権の一戦として1962年から1982年までの間フィンランドで開催されていたオートバイレースのイベントである。タンペレの行動コースで最初の2回が行われた後フィンランド GP の舞台はロシアとの国境近くのイマトラに移った。もともとイマトラでは1962年から イマトラ GP として TT レースイベントが開催されていたが、1964年からは、このイベントがフィンランド GP として世界選手権の一戦に組み込まれたのである。このイマトラの行動コースにはコースを突っ切る形で、鉄道の線路が通っており、したがってコースの途中に踏切があるという大変に珍しいコースであった。ジャコモ・アゴスチーニがこのコースを得意としており、 350cc クラスで7勝 500cc クラスでは10勝と圧倒的な強さを示した。1970年代後半になると、マシンの性能向上によるスピードのアップに伴い、マンシマをはじめとする行動コースの危険性がクローズアップされる。今とらもその例に漏れず、ケニー・ロバーツらからの厳しい批判にさらされた結果、 最高峰クラスである 500cc クラスは1981年の開催が最後となり1983年からはフィンランド GP そのものがロードレース世界選手権のカレンダーから外されたその後今トラでのイベントはヨーロッパ選手権の一戦として1986年まで続けられていた2019年より5年間の契約で建設中のキュミリングを 開催地として復活することがドルナスポーツから発表されていたが2019年1月現在工事は完了しておらず2019年のカレンダーにフィンランド GP の名前もないことから復活は2020年にずれ込み正式に決定したはずだった。しかし新型肺炎の世界流行の影響により予定されていたレースが中止となった。ありがとうございます。